はい、さあ、ひでおまんです。急ですが、私日本代表を目指したいと思います。マイナースポーツでモルックっていうスポーツがあるんですけど、日本に入ってきてまだ競技人口が少ないんですよ。で、それの日本代表になれる条件が、世界大会に行く費用を持てれば日本代表として世界大会行けるらしいんで、今回本気で目指してみようかなと思って、まだ1回もやったことないんで、今日ここでやりながらちょっと練習して、どんなもんか本気でやってみて、日本代表になれるかどうかやりたいと思います。で、対戦相手がこちら、はい、陽ちゃん、はい、お願いします。やったことある？初めてです。まあ、お互い初めてなんで、はい、どういう感じかやりながら対戦して、一応ね、決着したいと思います。はい。で、この棒がモルックという棒で、こっからスポーツの名前の由来が来てるんですけど、このモルックをこれですね、このスキットルっていう点数が書いた棒があるんですけど、これに当てていくゲームなんですよ。これやりながら説明した方が早いかなと思うんで、早速も対決しますね。先行後者、じゃんけん、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。どっちが有利なんだろうな。先行が有利なのか、先行が有利かな。で、この幅、距離が公式ルールによると約 3.5 メートルなんですよ。1、2、3、5、これが正式の距離ですね。こっからこのモルック棒であれを倒すんですけど、これはね、ルールが特殊で、1本だけ倒れたらその倒れた方に書いてある数字がスコアで、2本以上倒れたら倒れた本数がスコアとしてカウントされるらしいんですよ。まずはね、ちょっと散らばしたいと思うんで狙っていきます。あ、で、あれだ、下手投げだけらしいんで、投げるのよっ、おっ、いったんじゃない、ここいったんじゃない。で、これね、1、2、3、4、5、今5本倒れてるんですけど、重なってるのはカウントされないらしいので、今3本でなるんで3点ですね。で、これをそのまままたその場で立て直して、相手にバトンタッチ。はい、はい、はい、じゃあ次、高校どうちゃん、いきます。はい、よいしょ。お、誰だ。1本、2本、3本が完全に倒れてるんで3点。はい、はい、立て直すけど、場所はその1ですね。その1だから、まあそんなにまだ散らばってないって感じな。はい、じゃあ2投目、これね、今もう固まってるんで、最初の方がね、散らばしたんですよ。言うの忘れてた。これ50点選手です。先に50点取った方が勝ちなんで、まずは点数高い方を狙っていきます。おっしゃい、結構来たんじゃない。あ、結構行ったね。結構行ったけど、重なってるのがあるから、これとこれはとこれは点数に入らないから、1、2、3、4、5、あ、待て、1、2、3、4、5、6、7、7点。 7点、 OK。 8じゃない。1、2、3、4、5、6、7、 8点だ。8点、次は8点です。さあ、陽ちゃん2投目、いきます。あ、ミスった。あ、1本だけ長いですね。あ、そう、そう、この場合、待てよ、この場合は1本だけなんで、その数字がスコアになるんで、5点。お、はい、不幸中の幸い。こういうのがあるんだよな、だから。そうわぁ、1、2、3、4、 4点。バラけさすね。いくよ。あ、行き過ぎだ、行き過ぎだ。遠いなぁ。で、これ3連続何も当たらなかったら失格らしいんで、1回ミスね。とりあえずバラけさせたいな。 OK。 あ、いや、あ、いや、バラけないな、なかなか。1、2、3、4、5、6、7、8、また8点。さあ、4投目。おー、いいじゃん、いいじゃん。5点。
点か。一回ね。12。単品で。単品で狙ってみたいと思います。よっ、ああ全然違う。ああでもいっぱい倒れたからいっか。1、2、3、4、5、6、7、7点。おーちゃん5投目。惜しい。意外と難しいですね。これとりあえずやっぱ点数稼いだ方がいいな。何もあといっぱい狙おう。ほっ。よっしゃ。1、2、3、4、5、6、6点です。いきます。お、ミスった。2本か。この場合は2本だな。2点。点数低いな。安いなばっかだな。これなんかね、裏投げもあるらしいですよ。バックスピン低いに。ちょっと一回やってみようかな。あいや。お、1本だから、1本だから数字で書いてある点数。はい。2点です。あんまり変わらない。安い。奥の10に行ってね。頑張るね。すごい。あー、ミスった。4点。いや、見てください、この滴る汗。暑いっすね。単品行きたいですね。単品取りたいな。やっぱり、これ単品取るのは技術がやっぱ必要だな。首をバックにね、やってるんですけども。おぉバラーバラケー。4点。4点。今何だ、何 ?42 対何23ってことは、ちょうど50になったら勝ちなんで、僕次8狙って8をピンポイントで倒せたら勝ちなんですよ。で50をオーバーした場合は25点に戻るらしいです。なのであの1と4が並んでるんで、ピンポイントで8を狙ったら勝てる。でもどうやって狙うこれ。4が邪魔だな。他の技術ですよ。どうしよう。バウンドでカツンって当たればいいんだな。ちょっとやってみよう。バックスピンかけてバウンドでいけるようにやってみよう。じゃあ8いいよ、狙ってね。よっ、あー逆いったそういうことか。1ミスということは、僕8をちょっとどっかやりたい。あ、やらやらんほうがいい。やらんほうがいい。お前が間違って4とかどかして俺が出られるんですよ。そんな技術ない。ミス。ボーリングでいうところのガーターですね。弾道が変わる。これむずいな。どうしよう。わかった。4と8を倒して2点稼いで、次奥の6狙ってもいい。ああ、そういうことね。だからとりあえず4と8今狙おう。よし、狙い通り、これいったぞ。ということは次あと6点で上がりやから、ね、残り6点だから。のね、そうよいしょ。ちょっと待って、やばい。その前に失格になるってこと。パス2になってる、もしかしたら。僕その前に失格だったら終わりと思う。僕44点なんで、奥のね、6点あれをピンポイントで倒せたら、もう50点ちょうどで勝ちっていうことになるんで。ゴール。あーいっしゃー。わー2本だった。わー、危なー、危なー。3点単品やったら3点。俺のこの3本の、あ、左に3本狙います。おげー、あー惜しい。あと残り1ってこと。残り1。どうしたの。10だけ。うわー、惜しい。2点。49対28。よし、こういうのはね、運もあるからね。ビギナーズラックっていうのがあるんで。フリー。あー、よっしゃー。3点だから52点ってことは25点に戻ります。うわー、いきます。2本。いいか。25点だから、あの10狙えばいいんだ俺は。あのとりあえずなんか点数稼ぎたいから、あの10狙え。逆転した。10狙えば。あ、逆転。あ、そっか逆転。ナイス。ナイス。10点。10点。おお。でも10がここにあるのは大きいかも。大きいね。
ですね。これはなんかもう邪魔されないところにいるから、こっちにやってください。あかん、あかん、あかん。これだからとりあえずゴーだな、これ。ああ、ミス。じゃあ僕はもう一回10いっときます。これで40に。ああ、やばい、これミスでき。じゃあこれゴーなんだよな。よっしゃ、お、ゴー。とりあえず当てないと失格になるから。あ、やばい。あ、危ない。危ない。11点。しかも。よしよし。ヨウちゃん何点？ヨウちゃん41。41。40対41。お、いい勝負になってきたな。よし、これ絶対勝てる。10、今40点なんで、10ね。一発10狙い。しかも周り邪魔されるのがないから、ピンポイントで狙える。もう一個一応チャンスある。9打てればお前が。負けました。よっしゃー、やったー。はい、結果は50対43。よっしゃー、初モルック、石垣島杯見事優勝しました。これをもとにね、東京大会行って世界大会を目指したいと思います。いや、初めてやったけど、まあ、外だから汗かいたけど、めっちゃ楽しいよな。いやいや、面白かったです。これ、このスポーツね、いいところは、あの、右腕しか、利き腕しか使わないし、体力はもう全然関係なくて、老若男女、おじいちゃん、おばあちゃんもできるし、公園さえどこでもできるんですよ。これ、絶対入ると思うんで、今からやった方がいいですよ。さっきね、子供たちも来て、興味持ってやってたんで、子供たちにも教えながら、普及させていこうかなと思います。いや、これね、本当にどこでもできるんで楽しかったんで、もうちょっと練習して、もっとね、テクニック身につけて、極めていこうかなと思います。本日は、石垣島からモルック日本代表を目指すヒデオマンの紹介でした。ありがとうございました。